さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日はね、何時だっけ、何分だ、今日は9月の16日の金曜日に動画撮ってるんですけど、今ね、時刻は8時を回ったところで、さっきね7時ぐらいにね新宿でちょっとうろうろしてたんですけど、今日のね7時にオンラインで販売予定のピクサーのシリーズ、ディズニーのピクサーのシリーズのポップマートが今日のオンラインで7時なんで、まあ実店舗で明日かなっていう感じで、ちょっと気になってるけど、まあ買わないかなとか思ってたぐらいの商品があって、でその7時過ぎたぐらいね、でも新宿のポップアップフラット見に行って、ロボショップもついでに見たら、なんとですね、こちらありました。まさかの、これね、たまにサイレント販売っていうのが正しいのか分かんないですけど、たまにやるんですよね、あのポップマートジャパンさん。あのスカルパンダのアタムスファミリーの時も、あのオンライン販売より、てか多分オンラインの19時の販売と同時にロボショップとかお店にたまに置いてることがあって、なんか何も考えずに、あのすっかりね、これピクサー今日オンラインで販売って5時ぐらいにアナウンスがあったんですけど、それもなんか忘れて、あの何気なくロボショップの動画撮ろうとか思って見に行ったら、これがあったんですよね。しかもこれ今回、あのこのピクサーのシリーズ買うつもりなかったんですけど、このパッケージ見てよこれちょっとこんなの見せられたらさ、買うしかないよねってことで開封していきます。さあ、というわけで早速ね、開封していきたいと思います。ちょっとまだ時間が早くて、いつも動画撮る時間より早くてね、ちょっと電車の音がうるさいかもしれないんですが、ご了承ください。今回は、こちらね、シェイクシリーズ、ポップマートとピクサーがコラボしたレッツプレイシェイク、シェイクシェイクなシリーズですね。まあ、こういうなんか弾むバウンド加工の、バウンド仕様のキャラクターたちみたいですね。これ皆さんピクサーって結構見れるんですかね。僕はまあちょっとピクサーに関してはそこまで詳しくなくて、まあもちろんね、ニモとかカーズとかはね、もちろん知ってて、この辺の有名なキャラクターは知ってるんですけど、まあでもこの辺とかもそうだね、あのウォーリーとか、まあこの辺ですかね。まあ思い入れのあるキャラクターとしては、やっぱこうニモが実は結構思い入れがあって、仕事でね、僕幼稚園保育園とかの、引率、遠足引率みたいな感じでカメラマンとしてね、同行してアルバム用とか販売用に写真を撮る仕事もたまにするんですけど、その時にね、もうニモめっちゃ子供たち大好きで、で僕もニモね一緒にバスの中で見るんですけど、めっちゃいいんですよねニモ。あとカーズとかもねたまに見るんですけど、逆に、まあ、その辺の王道キャラクターじゃなくて、このこれ、このミジュエル、これとかも全然知らないキャラクターで、デザインがめっちゃいいんですよね、際物感があって。あ、ちょっと一覧出しときましたか、こんな感じで、まあ、全体的にこのやっぱあのバネのねついた、まあ、全部共通してこのバネがついた感じで、まあシェイクシェイクって多分これ、あのポヨンポヨンっていう動きのことだと思うんですけど、まあそんな感じでちょっと遊び心のあるシリーズですね。で今回僕が一番評価してる、購入したポイントはこのジャケット。これウッディもそうだけど、このジャケットの可愛さがマジでやばくて、でね、やっぱね、この中でどれが一番欲しいかって言ったらウッディだよね。ウッディはやっぱこの中で一番やっぱいいなっていう感じなんで、まあでもね、そうだね、ルッディとジェシー、マイクかな。マイクもいいっすね。バズはいないんだね。あ、まあでもやっぱニモかな。マーリン&ニモ、ニモ欲しいですね。あとまあ知ってるキャラっていう意味で、まあ、ウォーリーとかかな。いや、いいね。ちょっと楽しみですね。開けていきましょう。さあ、では1ピース目からいきたいと思います。よいしょ。あ、ちょっとなんかブリスターっぽいよ、中身。ちょっと待ってね、ちょ、これ多分これ出したらすぐ分かっちゃいますね。いきます、せーの、じゃーん。言ってたやつじゃん。これが来た。あ、めっちゃボリューミー。あ、これでっかい、すごい。こんな感じです。でっかー。やばい、これ。ボリューム。袋じゃなくて、ブリスターで入ってるんだ。このパックで入ってるんですね。ちょっとこれ出すのが難しそうだけど。よいし
じゃーん。これやばいね。怖っ。リメンバーミーという作品のミゲルというキャラクターみたいですね。で、画像検索したら普通の少年が出てくるんだけど、果たしてこの少年はそのリメンバーミーという映画でどのようにしてこんな入れたちになってしまうのか、映画が見てみたくなりました。これちょっと怖い顔してますけど、まあでも可愛いですね。これ見て、これですね。これが多分今回のこのシェイク。あ、めっちゃ面白い。ちょっとおもちゃ感あっていいですね。ただこれシェイクする感じなのに、やっぱこのポップマートのクオリティの えぐみはありますね。すごいね、これ。いや、めちゃくちゃ細かく作られてて、スプリングもね、でなんかスプリングもめっちゃ頑丈ですね。これは激アツ。いや、やばい。ちなみにカード裏面めっちゃおしゃれですね。おしゃれ感ある。あー、いいね。一つ目はちょっと一番奇抜な、今回の中で最も奇抜と思われるミーゲルが出てきてくれました。ありがとうございます。何出ても可愛いかもしれないな、これちょっとね。でもやっぱ王道のね、あのマイクとか、ファインディングイモとかもちょっと見てみたいんで、まあ追加購入はちょっとね、9月はマジで散財控えようって言ってるそばからこうやって買っちゃってるんで、これに関してはこの2ピースだけで終わりにします。フラグじゃないですよ。まああと男の子が来たんで、女の子のキャラクターでもいいですよね。あー、これ箱から出したらもうわかります。いきます。せーの、じゃーん。来たやったやばー、まさかのにも来た、やった。え、ちょっと待って、めちゃくちゃいい。あ、すいません、興奮しすぎました。冷静になりましょう。いやー、素晴らしいですね。にも来ちゃった。これマジで何の仕込みもない、マジでにもが嬉しい。やっぱ知ってるキャラクターは出てきてほしいですもんね。あー、かわいい。これやばい。しかもこの水がめっちゃクリアなパーツで、あ、てかやっぱあのでかいっす、普通にマジで。あの 100% モリーと全長は結構違いますね。ボリューム感はだいぶあるね。わあ、すごい。これてかなんか音割れしてそうで怖いな、騒ぎすぎて。いやー、嬉しい。まあニモも同じようにね、シェイクするタイプですね。いやー、いいね。いやー、いいね。マリンライフインスティチュートって書いてありますね、スタンドにね。スタンドもさっきのミゲルとちょっと違う感じで、スタンドもそれぞれのキャラクターに良さがある感じですよね。これいいなー。で、いつだ、いやー、ちょっと待って、これマジでいい。ちょっとニモは本当に。いやー、まあ、ウッディとかね、マイクも欲しかったけど、やっぱニモはちょっと映画を実際見てるんで、いやー、かわいい。見て、これ。これ、このお顔。いやー、かわいい。いやー、嬉しいな。さあ、というわけで今回はね、ポップマート、ピクサー、シェイクシリーズの開封でございました。あの、アズラのね、アソートボックス開封の途中ではあるんですけども、まあ、ちょっと急遽、あのロボショップでね、新商品が手に入ったので開封させていただきました。まあ、そこまでこう、なんか爆発的な人気なキャラクターっていう感じじゃなく、まあ、ディズニーってね、ポップマートの中でも、ある意味こう、ポジションを取ってるキャラクターで、まあ、バーッと品薄になるっていう印象ではないんですけども、僕はこれめっちゃ気に入りました。まあ多分ニモが出たからひいきしてますけど、多分で、まあ一個ね、ちょっとお詫びしなきゃいけないことがありまして、前回ね、ライブ配信をした時にニューヨーク在住の視聴者の方が、ピクサーのシリーズが出るんで楽しみですよって言ってて、でね、僕リトルグリーンメンの時にポップマートジャパンでの販売がなかったんで、そのピクサーもなんかちょっと大人の都合でね、ジャパンで販売ないんじゃないかなみたいな、チュッパシャップスのサチュロスロリーみたいな、そんな気がしてたんですけど、でそこで僕はもうどうせ日本で出ないよってちょっとこうふてくされてた、なんかちょっとそんな感じで言ってたんですけど、普通に出ました。本当申し訳なかったです。多分ね、40人くらいの方が同時視聴されてって聞いていただいてたんですけど、思いっきりそこで日本で出ないよとか言っちゃってたな。ちょっとね、何も考えずに物を言うのはマジでやめようと思いました。信じてれば日本でも
来てくれるんですね。チュッパチャップスサチュロスロリーはちょっと来なさそうですけど、はい。というわけで今回は、ね、ポップマートアンボクシング Vlog、 ちょっと急で、まあ、取って出し感が満載で、サクッとなボリュームかもしれないんですが、ちょっと Vlog パートもなしで今日はもう早速いきなり開封からスタートって感じだったんですけども、まあ、ちょっとねこれ、まあ、まだ出たばかりの新商品なんで皆さんの参考になればなと思いました。まあ一個一つ感想っていうか、まあ、その真っ先に思ったのはとにかくボリューミー、もうほんとボリューム感半端ないんで1個ぜひ買ってみてください。ピクサー好きな人は多分全部知ってると思うんでね、キャラクターもね、ウッディ当たった方はぜひ写真アップしてください。はい。はい、というわけでじゃあ今回は結構神引き展開な感じでございました。ポップマートアンボクシング Vlog からバナートでした。またぜひ遊びに来てくださいね。最後まで見ていただいた方は高評価低評価どっちでもいいのでポチッと、思ったようにつけてってください。はい、というわけでお疲れ様でした。バーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。 ABCDEFG